これいいな、使いやすいな。おお、皆さんこんにちは、横浜ふつです。今日はですね、まあ、ドラムっていうのは結構シンバルのスタンドだったり至る所に、まあ、ネジがあるんですけども、そのネジがねどうしても回らない時ってもう結構あるんですよ。今日も あったんですよね。でほぼ毎回回らないってスタジオとか入るとなんでこんな硬いんだよみたいな感じで、結構あの指だけじゃ無理だったりするんですよ。で回らないってなった時に、まあ、あのたまにこんなスティックをね、あのシンバルのネジのとこに挟んでこうやってやると簡単に開くんですけど、やっぱスティックはね叩くものなのでね、あんまりそういう風に使いたくないなと思いましてですね、なんかそういういいのないのかなと思ってて探したら、なんといいの見つけましたよ。ちょっと袋の中に入ってるんですけど見えますか？こちらですね、ドラムジムイージーウィンガーっていう商品になります。こんな感じで袋の中に入ってますね。開けてみましょうか。開いた、ささくれが痛い。はい、こんな感じで金属でできております。そんなに重くないです。まあもう見ての通りです。ここに挟んで回すだけ、すごい便利ですね。ちょっと実際にやってみたいと思いますね。例えばこんな感じです。買った、何これ、どうしたら回るのこれ、うわ。でもこのイージーウィンガーを使えば、よし、おお楽楽。いや最後シンバル当たってジャーンとかでダッサ、最後ダッサ。あとこういうねタム類なんかのねこのネジのところっていうのはね、スティックを使おうとしても長いのでね、長さがあるのでね、こううまく回せないって時はあるんですよ。こう当たっちゃったりしてね、そういう時でもこのイージーウィンガーですね、これを使えば。おい、痛いけど回ります。はい、いかがだったでしょうか。このイージーウィンガーはね、あの結構楽にピッてすぐ回せますのでね、あのやばい回んねーって時はね、いくら手でやってもね疲れちゃうだけなのでしたし、怪我とかしちゃうのでね、これを使った方が安全にできると思います。これあれば安心ですよね。例えばライブとかでねセッティングやりたいんだけどもうやばい時間ないって時にね、なんでこういう時に限ってネジ回んないんだよって時結構あるんですよ。でそういう時にね、これからこれで安心ですよね。これを忘れなきゃ、はい、もう狭いとこでもできるっていうのはいいですよね。やっぱスティックだとこういうところね、こういう広いところならいいんですけど、なんかこうパーツとパーツの間とかだとね、うまいことスティックでも対応できない時があるのでね、こんだけコンパクトなのでいいんじゃないかなと思います。で価格もね2000円ぐらいだったら普通にこれ買った方がいいですよね。2000円ぐらいだったら本当にいいと思いますよ。以上です。ね、そういう時でもこのイージーウィンガーですね、これを使えば、これを入れて回す、回んない、あれこんなはずでは。でもイージーウィンガー使えばこれをね、あー無理だ。でもこのイージーウィンガー使えばですね、入れて、あれ、あれね、え、どういうこと。でもこのイージーウィンガー